中年オタッキーです。強い冬型の中、群馬に向けて走っておるんですけどもね、もうあちこちで、冬用タイヤ規制がかかっておりまして、ようやくね、ようやくっていうか、とうとう、本格的な冬がやってまいりましたね。今日の動画はですね、このカメラで、ちょっと撮ってきました。これね、EOS One NHS にね、まあデジタル用のね、L レンズ、2470F4LISUSM っていうね、レンズを装着しまして、ドリームロコモーティブ様にね、提供いただいた、コダックのね、デュプリケイトっていうね、検索したらね、なんかコダックデュプリケイティングフィルムっていう風にね、出てきますね。ISO6。ISO 感度6のね、超低感度、超低微粒子フィルム、ということになりますね。これでね、どんな写りが、どんな写りだったのか、詳しくやっていこうと思います。それでは動画スタート。なんかうるさい車が入ってきちゃったんですけど、時間がないのでこのまま撮影を続けます。このデュプリケイティングフィルムって言うんですけどね、これこれドリームロコモーティブ様にもらったやつになるんですけども、これおそらくその中古のパトロネに詰め替えてあるもので長巻きで買うやつになるんでしょうけどね。まあこんな感じの色でね、ちょっと青みがかった色ですかね。で、ISO がたったの6しかないっていうことなんですけど、もともとね、その映画のね、コピー用、その映画の原版の映像をコピーするためのフィルムみたいです。で、その ISO 感度を低くしても、まあ大丈夫じゃないですか。映画のね、その原版をコピーするとき強い光を当てますんで、低い感度でも大丈夫。それよりは、その、何ですか、再現性、その原版をそのまま再現しなきゃならないので、解像度が高いっていうか、まあ、超微粒子のね、フィルムが求められるということで、こういうフィルムになったと思うんですけども、それをね、半ば無理やりっていうんですかね、フィルム写真として使うということです。まあ、これは以前も紹介したバビロン13とかファントム8も、まあ、実は同じなんですけどね。ロモグラフィー、キノシリーズということで、私、キノって何の意味って、わかんないって言ってたんですけど、キノっていうのはどうやら映画っていう意味らしくって、要は映画の原版をコピーするためのフィルムを、カメラに詰めてね、超微粒子を楽しむという、使い方をする。ちょっと変わった使い方にはなるんですけどもね、これ本来の使い方ではないんですけど、まあ、使えてしまうということで。でね、この、EOS One NHS に、装填して撮ってきたんですよ。まあ、これはね、なんで EOS One NHS にしたかというと、もう ISO6 でね、自由に撮れるんですよ。ISO6、マニュアル設定で ISO6 まで感度設定できるんで、で、もう AE でね、もう全部 AE で撮影してきました。ぶっちゃけね、もう絞り優先 AE にしたくてもね、もうほとんどできないんで、プログラムモードで撮ったらほとんど解放になっちゃうんです。感度が低すぎてほとんど解放になるんで、もういいや、これ全部プログラムで撮っちまえ、みたいな感じでね、で、解像度を重視するということで、まあ、その単焦点レンズね、解像度といえば単焦点レンズなんですけど、まあ、こいつ L レンズなんで一応ね、解像度はもともとその単焦点並みに高い、単焦点ほどは高くないんですけどね。で、その L レンズなんかいいレンズ持ってないからデュプリケート無理だっていう人もいるかもしれないですけど、普通のね、50mm の単焦点で十分 L レンズより解像度高いはずです。ですのでね、単焦点の方がレンズも明るいですし、デュプリケートみたいな、ISO6 のね、フィルム。別にね、50mm の単焦点、F1.8 とか F2 の、レンズでも十分楽しめると思いますね。で、購入方法なんですけど、購入方法はかなりこのフィルム大変なんですよね。eBay で買える。eBay とかね、そういうレベル、ファイブロコダックエストマン5234、ブラック&ホワイト 35mm×36 パン、デュプリケーティングフィルム ISO6、ブランニューってことでね、43ドル36セント、
buy it now っていうことですね。まあ、買えるっていうことですけど、5本でね、$43.36、送料がちょっとわからないんですけどね、送料見積もりとか書いてありますけど、まあ、1本あたりだいたい1000円ぐらい、送料がちょっといくらかかるのかわからないですけど、eBay そんなにかからないと、僕 eBay で購入したことはないんですけどもね、で、B&H フォトの方では並んでなかったんですけどね、これ、まあ、とりあえず作例行きましょうか。とりあえず作例行きますね。はい、作例なんですけどもね、まあ、ちょっと今回ゴミがちょっと乗っかってるようなやつがあるんですけど、ご覧のようにやはりね、ディテールはものすごいです。ISO6 だけありますが、若干ね、流暢感もあります。その、ファントムエイトとかに比べると若干流暢感もあるんですけど、まあ、やはりディテールは圧倒的ですね。その金属とかね、塗装面とか、そういうのを取るのにも、まずメッキとかね、そういうのに取るのにね、抜群だと思いますし、まあ、結構ね、ハイコントラストに僕の場合取れました。僕はね、D76 50% 希釈でね、20度9分現像しています。で、まあ、こんな結果になったんですけどもね、全部ね、プログラムオートで撮って、ほとんどね、シャッタースピード、60分の1とか40分の1でね、F4 開放とかね、まあそんな感じになってきたんですね。まあ映りはね、ご覧のようにね、もう超高解像度で、これね、ヘッドライトのね、もう言うけど生めかしいようなね、映りになってますね。今回ちょっと枚数が多いんですけどね、あまりにもね、そのいい写真っていうか、見れる写真っていう言うべきかね、映画多かったんで、こうね、バンバン流してますけど、これ、やっぱね、その車のボディの塗装面とかね、ヘッドライト、あとメッキ部品とかね、そういうのを撮るのに、このフィルム、凄まじい威力を発揮しそうです。まあ、購入価格がね、その、eBay とかでしか買えないんで、まあ、微妙は微妙なんです。これ最後の写真は、これちょっと手ぶれしてます。微妙に手ぶれしてます。IS 付きのレンズで手ぶれを日中に発生させてしまいましたが、まあ、こんな感じでね、まあ、さすがね、ISO6 ということでね、超高解像度で撮れるんですね。まあ、レンズもね、そのズームレンズで、L レンズ使って、デジタル用のレンズでね、まあ、ピントもね、ビシッと出てる、EOS1NHS なんで、ね、ピント面も出てるということなんですけどね、これ結構ね、神経質な撮り方をしなければなりません。どうしてもね、絞りがね、低い値になってしまうんで、F8 とかでも撮れないですからね、ですから、まあ、被写界っていうのはどうしても浅くなるので、ピントに神経を使わなければならないということなんですけども、まあ、見ていただければわかるようにね、もう車のヘッドライト、塗装面、メッキ面、そういうのはね、もう恐ろしい超高解像で撮れます。これなかなかね、まあ、車の写真のマニアとかね、そういう人にはね、もううってつけのフィルムだとは思います。でね、今回のフィルム提供いただいたドリームロコモーティブ様の、作例もね、出ております。確かね、現像時間 D76 1対1 50% 希釈、で、20度10分って言ってはったかな。で、まあ、こんな感じで僕のね、作例よりはね、ほんの少し柔らかいような気がしますけども、やはりディテールは圧倒的です。これね、まあ、やはり解像度重視、の写真を撮る方には素晴らしくいいものだと思います。ドリームロゴモーティブさんは景色、建物の写真を撮っておられますが、まあなかなかのね、作例になってます。これ別にその車の写真とかは撮らなくてもいい感じになるのかな。まあ使う用途がね、結構限られてくっていうか、その、かなり光が強い状況で、使う用途というか、使う環境ですね、が限られてくる。まあ、開放 F 値が明るいレンズでも、そうですね、シャッタースピード、125ぐらい、ね、F1.4 とかの開放で、まあ、125分の1ぐらいとかになってくるんでしょうけどね。まあ、その、撮るね、その、
環境はかなり限られてるけど、光がたっぷりある場面でしか撮れないし、で被写界深度もね、もうめちゃくちゃ浅くなる写真が多くなるんで、環境はね、結構限られてくるんですけどもね、面白いフィルムであることは間違いないです。ただ購入がね、ちょっとね、かなり難しいということで、国内で流通してるのはとりあえず僕は見なかった。ドリームロコモーションはこれどっから回ってきたんですかね。写真の世界におられる方ということでね、どっかから回ってくるんでしょうけど、ちょっと特殊な、状況でしか入手できないかもしれないですね。ヤフーオークションとかではもしかして、出物があるかもしれませんが、そういう時に飛びつくのもいいかもしれません。で、自家現像限定になりますが、現像がね、これがね、現像液がね、もうね、めっちゃくちゃ緑色になります。これね、実はね、デュプリケーティングフィルムだけじゃなくて、アリスタエディウの400の、以前長巻きちゃうわ、120のね、なんだっけ、フィルムをね、現像した時にね、まあ同じようなね、緑色になったんですね。もう、とにかく、なんて言うんですか、もう、なんか気持ち悪いメロンソーダみたいな感じの、ジュースの色になって、あ、これ置いといたら間違いなくうちの子飲んでしまうっていうような色になりましたけど、冷蔵庫に入れてたら間違えて飲むなっていう色に なってますけどね。現像液がね、めちゃくちゃ緑色になります。で、使い回しはどうかなって話になるんですけども、以前ね、アリスタエディオの400の長巻きじゃない、120のね、フィルムをね、現像して緑色になったやつをね、試しにもう一本、違う現像、フィルムを現像してみたんだけど、まあ、結果はね、全然問題なかったりするんで、使い回しは問題ないですけど、まあ、見た目気持ち悪いんで、まあ、気持ち悪いっていう人はね、捨てて新しい現像液にすればいいと思いますけど、ちょっとね、もしね、使う方がおられたらびっくりすると思います。入手がね、ものすごく難しいフィルムになりますけどね、見かけたら入手して、使ってみるのもありじゃないかと思います。自家現像の方限定になってしまうのがちょっと苦しいところですかね。多分、ラボ出ししても現像してくれないと思います。これ、難しいと思いますね。はい、で、現像結果に、D76 のね、50% 希釈で、9分って言いましたね。これね、ほぼね、通常のね、ネオパンアクロスとかの現像時間とほぼ同じです。まあ、似たような時間で現像しても問題ないと思いますんで、もし入手された方は、富士フィルムのね、ネオパンアクロスもしくはネオパン SS、の温度データと同じ現像時間で現像して問題ないと考えます。今回のフィルムなんですけどもね、果たしてこのね、フィルムをね、入手して使う人がいるのかどうか、相当マニアックな動画になりますね。どうだろうね。まあね、面白いフィルムであることは間違いないので、もしね、ヤフオクとかね、まあ、eBay でね、しょっちゅう買い物している人、いたらね、ちょっと探してね、購入するのもありです。で、これね、デュプリケーティングフィルム、どうやらね、ISO6 のね、パンクロマチックだけじゃなくて、ブルースライトとかね、あと ISO4 とか3とかいうのもあるみたいなんで、まあ、そちらの方はちょっとね、今回試してないわけで、何の、アドバイスもできませんけどね、とりあえずモノクロでISO6っていうのをね、しっかり確認して、もしね、この僕のね、撮影データとか、その現像データを、流用される方はもちろん、間違いないように購入くださいっていうことになりますね。はい、今日の動画はこんな感じです。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーっていうかね、もう今日周りがうるさくてしょうがない。まあ、年の瀬だからしょうがないんですけどね。どうしてもね、車の量が増えるんでね、周りの音がちょっとうるさいんです。申し訳ありませんが。ガメラさんの作品から、視聴者作品に投稿します。タイトルは、金色2ということですね。撮影機材は、プラクチカ BMS プラス、ペンタコン 135mm F2.8、
フィルムは富士フィルム記録用100ですということですね。朝日に浴びたイチョウの葉が風に揺られてキラキラと金色に輝く様を撮りました。動画ではなく発光物でもないのでキラキラ感を表現するのは難しいですねってことですけど、見事にキラキラ感を表現されておりますね、作品なんですけど。これね、なんでこんなにキラキラ感があるのかって言ったらね、これ露出オーバーで撮られておるみたいですね。これ光がね、強く当たったイチョウの葉をやや露出オーバーで撮られているということで、見事に光り輝くイチョウの葉を表現されております。これね、記録用100ということで、記録用100はね、比較的おとなしい色になるんですけども、これ素晴らしい発色になってますね。ということで、ガメラさんのこの作品、次回はタイトル画面にさせていただきます。というかね、もう最近毎回タイトル画面変わってるんですけどもね、もうね、レベルが高いんで仕方ないですよね。もう、ちょっと申し訳ないんですけどもね、毎回、もう日替わり手仕組みになっちゃってますけど、まあ、そんなわけで次回のタイトル画面は、この、ガメラさんの金色にという作品がタイトル画面になります。はい、ガメラさんありがとうございます。次は1都市9さんから2枚。1枚目のタイトルが路地、2枚目が早起きということで、カメラはどちらもニコン F2 フォトミック、オートニコール、ニコルオート 50mmF2、アグファ APX100 で撮られておりますね。で、作品なんですけどもね、1枚目はこれね、ちょっとモノクロで撮るにはしんどい感じですかね。若干うるさい写真になってしまってますね。で、2枚目はね、その、木漏れ日のね、太陽のね、感じがね、あの、絞り羽にね、の形でね、放射状に広がって、なかなかいいゴースト、作っていい感じなんですけど、ちょっとゴミが目立ちますかね。まあ、ゴミはあまり僕も人のこと言えないんですけどね。まあ、ちょっと惜しかった作品になりますかね。一度しくさん、ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品で2枚セット。タイトルがね、坂と青空ということですね。カメラはニコン F3、レンズ、ニコール AIS50mmF1.4。フィルムがね、富士フィルム記録用100ということですね。で、作品なんですけどもね、東京ですかね、の街並みを、まあ、光もね、比較的、いい感じ。まあ、光の境界線を作ってる感じのね、これいい光で撮られておりますね。フィルムはね、記録用100ということで、比較的あっさりした発色なんですけども、この作品2枚ともなんですけどね、モノクロでね、やってもね、いい感じになるんじゃないかなと考えました。で、ちょっとね、勝手ではありますがね、モノクロ変換させていただきましたが、どうでしょう。これね、なんでモノクロがいいかって判断したらね、光と影がしっかりある。あと、比較的景色が無機質である。という二つの点がね、共通していることからモノクロ変換してみました。で、カラーでね、撮影してカラーで表現すると、普段見ている景色になるんですね。で、モノクロで撮ってモノクロで出すと、まあ見たことがない景色になるわけですよ。色がない世界になるんで、モノクロのね、写真っていうのはね、そこがね、アートなわけですね。こういう場面はね、モノクロで撮るのもありだぞということをね、ちょっとね、長州薩摩さんの作品をお借りしてね、ちょっと表現させていただきました。すいません、勝手にやっちゃってね。でもね、いい感じ、いい光で撮られておりますんで、モノクロで撮るのもありですね。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。次はね、時神さんの作品で3枚組ですね。タイトルがね、残り秋の紅葉ということですね。先日こう、やっちまったコーナーですね。出た、ジャンカメラのマミヤ ZE クォーツのね、どうにか光線漏れを回避できて撮影に支障のない状態になり撮影しましたということですね。フィルムはね、コダックゴールド200、マミヤセコール 50mmF1.7 のレンズの性能はやはり良いということで、本当にこれいい写りなんですね。これちょっとね、日が傾いた時間に撮られてると思うんですけども、非常にね、コダックらしいね、温かみのある色が出ておりまして、写真を引き立てておりますね。レンズの解像度もね、申し分ないですし、発色もね、素晴らしいものになると思うんですよね。ただね、このマミヤ ZE シリーズってね、非常に壊れやすいらしいんで、そこがまあネックになるんですね。このレンズを使おうと思ったら、マミヤのマウントになるんでね、難しいところではありますけど、ちゃんと動くマミヤ ZE シリーズがあれば、いいんじゃないかなと思いますね。はい、とっかみさんありがとうございます。最後にね、ダムお猿さんから2枚ですね。1枚目のタイトルがだんだん、2枚目が黄色い世界ということで、カメラはニコン F60、
F=3570F3.3 から 4.5 フィルムはコダックカラープラス200の組み合わせでどちらも撮られておりますね。作品なんですけど、1枚目はね、これね、向こうから光が来ててね、こっちがシャドウになってるんですね。で、光がね、ないような写真になってる。これ、おそらくはね、晴れてると思うんですけども、光がない感じになっております。時間を変えてね、こちらから光が当たるような場所にはならないのかな。ちょっと難しいところでありますが、シャドウ写真になっておりまして、ちょっと色がおとなしい感じになってますね。で、2枚目の方もね、ちょっと光がない感じにはなるんですけどもね、これ光が当たったらものすごくいい写真になる。惜しい感じですね。黄色い紅葉にね、地面にね、その紅葉がの落葉したね、葉がね、敷き詰められていてね、これ違う時間に来たらもしかしたら良いのかもしれませんね。ただね、その時間とかね、その場所、季節とかいうのはね、なかなか制約があるもので、ここは写真難しいところになりますね。まあ、富士山のね、撮ってるフォトグラファーとかは、まあ、毎日富士山に登るとかね、毎日、箱根に登るとか、まあ、そんな人もいるわけで、いい写真を撮ろうと思ったら、やっぱ一筋縄ではいかないぞって感じになるんですかね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで、ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラ、今日はね、ガメラさんの俺のカメラですね。おたきさんこんにちは。俺のカメラに投稿します。コニカオートレックスです。ずっと探しててやっと手に入れ、清掃整備後に試写ができましたが、10枚撮影したところで巻き上げレバーが紙、撮影中断となりました。整備が甘かったかなということですね。流行る気持ちを抑えてちゃんと整備しないとダメですね。今晩から再整備しますということなんですけど、これね、外観を見る限りではかなり程度のいいオートレックスですね。先日ね、ヤフーコング桃色山梨様から、提供いただいたのと同じカメラになりますけども、これね、フルサイズとハーフサイズが切り替えれる一眼レフということで、僕もちょっと楽しみにしてる。今日はちょっと積んでないんですけどね、今日荷物が多かったんでちょっと下ろしちゃったんですけど、まあ楽しみで仕方ないっていう感じのカメラにはなるんですけどもね、ちょっと僕も流行る気持ちを抑えて、ちょっと取り上がってないフィルムが取り上がってないカメラがたくさんありますんで、そちらから撮ってますけどね。これは連れてきてますけどねこいつは連れてきてますけど、すごく気に入ってる。今日のね、動画はこんな感じになります。取り上がってフィルム、結局ね、取り上がったカメラ6本あって、全部現像は終わってるんですけども、1週間に6本もね、動画作れないんでね、ちょっとずつね、公開していくとなると思いますけど、ちょっと正月休みに向けてね、動画のネタもね、ちょっと溜め込んでいかなきゃいけないし、これからね、ちょっと天気が荒れるということでね、なかなか晴れの日のね、撮影もできなくなる可能性もあるんでね、まあ雪景色はもしかしたら撮れるかもしれないですけど、まあそんな感じでね、まあ、ぼちぼちさ、動画を作っては参りますけどね。でね、作品投稿のコーナー非常に好調でね、たくさん来てますけどもね、まあ、ぼちぼち落ち着いてきたんでね、また作品投稿もお願いしますね。今日の動画ね、こんな感じです。で、次回の動画は何にしようかなと思って、多分これいくんじゃないかな。よっ。はい、これね、以前もちょっと出ました。キャノン7、キャノン7型っていうらしいですけどね、本名は。にね、このレンズね、ロシアンレンズですね。なんだっけ、ジュピター8だ。カールツワイスゾナーのコピーレンズになるらしいんですけどもね。これがね、カラーネガで撮ったらどんな写りをするかと思って、で、キエフじゃないわ、ゾルキーだ。ゾルキーでね、撮るとちょっとしんどかったんですよね。アイポイントがめちゃめちゃ低くて。あのカメラはね、もう本当にね、ファインダーなんか目ん玉入れたいっていうぐらいアイポイントが低いんで、で、比較的撮りやすいと思われるね、キャノン7にね、この、ジュピター8を装着いたしまして、撮影してきました。フィルムはね、コダックのカラープラスじゃないや、コダックゴールド200だ。で撮ったんですけど、果たしてね、どんな写りになっているのかお楽しみということですね。はい、今日の動画はここまでというになります。最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメントの方ね、どしどしお願いします。コメント結構追いついてきてると思うんですけど、どうしても最後まで追いつかないですね。でね、コメント返しはね、基本的に見落とさない限りは全部返していこうと思います。
で、あの、高評価はね、もうポチッと押すだけなんでね、お願いしますね、高評価、コメントが多ければ多いほど動画がなんかシェアされていくようになっていくらしいんで、ぜひぜひお願いします。あと、チャンネル登録の方ね、結構いい感じで、普段より 15% 伸びぐらいの勢いでね、登っていってますけども、まあ、チャンネル登録増えれば増えるほど、まあいいことはいいんでね。で、最近ね、楽天モバイルのおかげで結構ゲリラライブが増えておりますので、通知をオンですね。チャンネル登録ボタンの横にね、あの、鈴のマークがありますね。ベルか。それもね、押してもらって、通知をオンにしてもらって、お待ちくださいませ。今日の動画はここまでです。また次の動画までね、ちょっと今日すごくうるさい。車バンバン通って、これ本当はね、旧名神の方なんでね、交通量少ないはずなんですけど、さすが年末ですね。まあ、ちょっとやかましい動画になってしまいました。申し訳ありません。では次の動画までお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さようなら。